1.5 シルビア、オーテックバージョン、スペック R なんですね。20万キロオーバーで錆びてるかなと思いきや、綺麗でしょ。この車の一番はやっぱり内装だと思っていて、総張り替えと言っちゃってみたいなんですね。スズムシがいますね。いますね。まだ夏なのに。はい。9月25日。時間は12時18分。気温は24度。さっき雨降ってたけど曇ったんで、今日2本目の動画ですね。はい。はい、と2本目の動画、今日紹介させていただくのはこちらの2台 S15 シルビアになります。シルビアなんか最近一気に増えたでしょ。なんか増えましたね。ね。はい。だ裏のスペックアーラーまだ売れてないですけどね。スペックエーサーも売れちゃって、であと残りこの2台っていう形で。はい。まあやっぱりその毎回毎回何度も言いますけれども。100系多かったときは100入ってきて、はい、GTR 多かったときは GTR 入ってきて、でシルビアが多いときにはシルビアが入ってくると。で今日はちょっと2台まとめて紹介なのと、なのとってか、まあなので、まあ、あとちょっと時間が何時に出なきゃいけないんだっけ、1時半までは出なきゃいけないのか、はいはい、ちょっと巻きで撮っていきましょうという感じでございます、はい、そうざっくり内容を言うと、まあ、こっちがスペック R、はい、でこっちがオーテックバージョンと。オーテックバージョン覚えてる？オーテックバージョン一応覚えてます。覚えてる、はい、何が違う？エンジンは？エンジンがはいちょっとグレードアップ、グレードアップでしたっけ、はい、ターボですか、はい、NA ですか、 NA、 おお、それは覚えてるねっていう感じで、結構まあ珍しい車、まあオーテックバージョンはね、ただそれだけでも珍しいと思うんですけれども、はい、あのスペック R に関してはあの内装をちらっとちょっと見ていただくと、はい、ちらっとこっち来ていただいて、ちらっと見ていただくと分かりますか、なんか珍しい質感、珍しい質感ですよね、ダッシュボード、はいはい、っていう感じなんですよね、はい、まあ、そんな感じのちょっと特別な車になります、はい、そう、そんな感じの、特別な車になりますので、はい、2台まとめて一気に紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ優秀君やっていきましょう、はいですね、じゃあまずちょっと車の内容をさらっとお伝えさせてもらって、はい、で順々に紹介させていただきます、はい、じゃあまずこっちから行こうかな。こっちがですね、まあ、S15 シルビアですね、はい、の、グレードが、オーテックバージョン、はい、スペック S をベースにオーテックジャパンがチューニングした車って言ったらいいんですかね、はい、の、オーテックバージョン、結構珍しい車ですね。で、年式が2002年式7月登録、平成でいうと14年式になりますね、はい、なので、まだ25年は経ってませんっていう感じです。安心してください、はい、はい、で、走行距離が22万7200キロ。結構走ってる。結構走ってるでしょ。22万キロって相当だよ。地球一周4万キロだとすると、5周半行ってますから。いや、すごいな。5周半行ってます。はい、でも、まあ、後で説明しますけれども、外装がね、めちゃめちゃ綺麗で、まあ、まるでそんな走ったと思えない。逆にメーター巻いてるんじゃないかみたいな。はい、あ、そんなぐらい綺麗な車でございます。はい、で、修復歴は軽くあり、まあ、ミッションはね、オーテックバージョンなんで6速マニュアルという形になっております。はい、で、続きまして、こちら2台目が、はい、まあ、S15 シルビアのこれはスペック R です。スペック R ってことはエンジンはターボ。ターボですよね。はい。はい、250馬力の、ターボエンジン搭載ですね。SR20DET ってやつですね。はい、で、走行距離がこちらね、16万3200キロ。はい、こちらまだ4周しか走ってないです。でもまあまあ走ってます。まあまあ走ってる。で、車検はこっちは今年の7月取ったばっかりか、なんでほぼ丸2年近く残ってて、はい、シフトは、6速マニュアル、まあ、さっきちらっと見ていただきましたけれども、内装カスタムされているのと、はい、実はですね、外装に関しても、はい、これオールペンなんですよ。あ、オールペンなんですか。そう、純正色じゃなくてオールペンになってます、はい、まあ、これに関しても、まあ、結構こっちはね、パッと見ただけで、あ、なんかいじってるなっていうのが、分かっていただけると思うんですけれども、はい、まあ、そんな2台を、今日は紹介させてもらえればと思います。 OK ですね。はい、はい、じゃあまずは1台目、こっち移って、オーテックバージョンですね。地球5周半走ったオーテックバージョン、はい、表現が良くない、あんまり良くないかもしれない、あんまり良くないかもしれないでもやっぱすごいよね、それだけ走るんだよ車って。やっぱりメンテナンスと、まあ、維持の仕方とかにももちろんよると思うんだけど、はい、やっぱり日本車って丈夫だなって思うよね。そうですね。なんか昔まではさ、大体やっぱり、そう、俺車始めた時ね、10代後半20代前半とかだと、なんか普通車で10万キロ走ってればもう終わりみたいな、はい、で結構みんなコロコロ乗り換えてたっていうのがありましたけれども、はい、やっぱそうじゃないね。でなんかそう、そこから海外に輸出されて、
あのアフリカとかで、ね、30万キロだ、はい、50万キロだ走るみたいな話がありましたけれども、はい、今はねもう日本でスポーツカーが20万キロ15万キロ走ってるのは当たり前ですから。そうですね、うん、すごいと思うんですけれども、はい、そうで、車のお話すると、さっき言ったように距離はそれぐらいです、マニュアル6速マニュアルですと。で、外装はねノーマルのパールホワイトで、修復歴は、リアに軽くあるという感じでございます、はい、じゃあ早速もうちょっと外装を見ていっちゃおうかなと思うんですけど、はい、これね本当に綺麗なんですよ、はい、で先に目立つ傷だけいっちゃうとバンパー右フロントちょっと擦り傷タッチペアと、はい、と左側、まあ、これもちょっと軽く押されてクリアの割れ、はい、上っ面のクリアの割れですねがありまして、まあ、これ気になる人は1本塗ってもらっちゃえばいいと思うんですけれども、はい、まあ、大体それぐらいっていう感じで、ヘッドライトめちゃめちゃ綺麗でしょ。これは綺麗ですね。そう、はい、でこれはねここ見ていただくと分かるんですけど、ワイズスクエアさん、ヘッドライトレンズのリペアキット出してる会社さんなんですけど、これで交換してあるんで、はい、綺麗、古さを感じないですよね。なるほど、という感じでございます、はい、で純正の、フォグランプもついてるという感じですね。はい、はい、でボディの上面なんかもちょっと汚れてるけど、まあ、塗装綺麗だしツルツルだし、はい、ここら辺のウィンドモールなんかも綺麗ですし、綺麗です。結構シルビアってねここを錆び出るんだよね、まあ、こういうのもないですから、はい、かなり綺麗じゃないかなと思います。外装の傷はまあエクボちょこちょこぐらいかな、でもほとんどないでしょ。見た感じはないですよ。そうなの、これ汚れだね、ここら辺は全部汚れですね、はい、うん、うん、だね。あ、ここ、あれどこだ、ここ、これタッチペン、うん、22万キロ走ってるのにこれぐらいしか目立つ傷がない。後ろ曲がってもらっても、はい、全然綺麗、綺麗です。はい、横回ってもらっても全然綺麗という感じなんですよ。はい、そうで、ホイールはですね、このホイール何のホイールだか分かりますか。これですか、はい、これなんか見覚えあるけど何ですかねこれあ、そうですか、はい、これは BNR32、はい、R32 GTR の純正ホイールですね。結構ね S15 シルビア、はい、これは結構鉄板かな、純正 BBS 製なんですけどもね、はい、が入ってると。で前後入ってて、で車庫帳はテインの車庫帳に、なっておりまして、であとはねフロントとリアに調整式のロッドが入っているという感じになっております。じゃあ、次は内装を見ていっちゃいましょうかね、はい、なんてだって2台紹介ですから、はい、サクサクいかないとという感じでして、で外装綺麗なんでやっぱりね内装も綺麗なんですよ。ダッシュボードなんかも全然こんな感じで綺麗だしね。そうなんですよ。で確かに右ミラーだけ格納が不良ですね。閉じない、閉じない、はい、はい、角度調整はできるのかな。角度調整 はできてます。格納がしないと、はい、まあ、これが不具合である、はい、ぐらいじゃないかな。エアコンも確か普通に効くし、なんか全然調子いい。ちょっとエンジン温まって、あ、エンジン温まってる、まあ、吹けなんかもいいし、クラッチなんかもいい感じですし、なんか至って普通のノーマルって感じ、はい、うん、ですね。シートの状態とかも、まあ、ちょっとすれあるかなぐらいですけど、まあまあ綺麗なんじゃないかなと思いますね。そうですね、いいでしょ、はい、綺麗です、はい、という感じなんですよ。で次にじゃあエンジンルーム行きましょう、はい、よっ。まあ、シルビア、GTR、スカイライン、全部そうですね、はい、やっぱりここチェックしたいよねっていうところがあって、ストラット周り、さすがに20万キロオーバーで錆びてるかなと思いきや、やっぱり見てもらうと綺麗でしょ。綺麗ですね。そうなんですよ。でね、多分ね、これね、錆び止めだと思うんだよね、この茶色くちょっとなってるの。錆び止めだ。そう、だから、多分もう先回りでやってあったんだと思う。はい、うん、なのでもうこれら辺なんかは綺麗だし、これ別に修復液、フロントじゃなくて修復液はリアなので、はい、フロントは当たってないんですけれども、はい、多分これ先回りしてやってあることによって、サビの進行がない、綺麗なストラットになってます。で、そっちもそうだよね。こっちなんかも多分これ、この茶色くなってるの、これはそうだと思うんだよね。
先に塗ってあるという感じじゃないかなと思います。で基本的にエンジンルームほとんどノーマルです。プラグコードだけ変わってるのかな、これが変わってるぐらいかな、はい、でオーテックバージョンだけのこのハイカムですね、はい、カム変わってたりとか、富士スボか、富士スボの駅前にですね、はい、これも標準でオーテックバージョンついておりますという感じで、はい、ちょっとやっぱりノーマルのスペックですよりもちょっとバラ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 っていうところがチューニングカーっぽいなという感じですね、はい、こんな感じですね。あ、ラジエーターも変わってるな。ラジエーターもちょっと分厚いのに変わってるね。うん、かなり調子良さそうな感じです。あ、あとはあれだね、タワーバーもついてるという感じですかね。はい、 OK ですか。はい、はい、いいでしょ。いいですね。そう、はい、本当メーター付け替え、でもそんなことないか、走行距離の多いメーターに付け替えるメリットがないもんね。まああえてする必要ない、ね、あえてそうだよねっていう思っちゃうぐらいすごくいい、はい、で、トランクに関してはこれさっき開けたんだ、一応こんな感じ、さっき言ったように修復歴あり、はい、となりまして、よいしょ、まあ、いつも言ってるようにここのバックパネル、はい、ここを交換してあって、はい、でこっちのトランクフロアちょっと黒くなってるでしょ。そうですね、ここが押されて修正されてるという感じになってますので、まあ、こっち側はこっち側ね、こっちが問題ないんだけれども、はい、こっち側、はい、下側に手が入っているので、まあ、修復歴ありという形になってます。OK ですか？はい。はい、であとは、まあ、下から覗くと修理しているのが、まあ、ここだよね。ここから変えてるような感じだね。はい、うん。っていう感じでございます。で、下回りもね、綺麗なんですよ。まあ、綺麗って言ってもっていうのはあるけど、はい、この年式、っていうかこの距離か。この走行距離考えるとかなり綺麗なんじゃないかなと思います。そうですね。で、まあ、そんなに目立つサビもないし、であれが調整式のロッドだね。で LSD も入ってるのよ。ちょっとメーカーわかんないんだけど、はい、LSD 入ってて、であそこにさ 4.083 って書いてあるじゃん。 4.083、はい、そう、多分これギアのファイナルのことだと思うんだけれども、はい、多分ねファイナル書いてあると思うんだよね。だから結構それなりに走りが好きで走ってたりしてたんじゃないかなというふうに、想像できるという感じでございます。はい、まあ、想像できるやつ絶対走ってたね。でマフラーは富士坪のが入ってて、触媒はノーマルだったかな。触媒はノーマルで、はい、でリアも富士坪のマフラーが入ってるという感じです。はい、ちょっとマフラーサウンドいきますか。はい、やっぱ NA なんでパンパンってこう軽く回る、こんな感じですよね。はい、もともとそのオーテックバージョンに関してはスペック R のターボエンジンをいじって最高出力をガーッて上げるっていうよりかは、やっぱスペック S の NA エンジンをいかに楽しくワインディングとかで走るかっていう風に作られたという風に書いてありました、当時のカタログにね。はい、なんでボディ自体もスペック R と同等の補強、トランクバーとか入ってたりとか、はい、ミッションに関しても6速マニュアルが入ってたりとか、はい、結構変わってる。あと足回りも変わってるのかな。まあ、これはちょっと車高調に変えちゃってるんであまり関係ないんだけど、結構楽しめる車じゃないかなと思います。ちなみにね、うちで言うとね、なんかスペック R よりもね、やっぱスペック S とかオーテックバージョンの方が、まあ、値段もそうだと思うんだけど、はい、結構売れるんだよね実は。あ、こっちの方が、うん、意外とねそんな感じなんですよ。なんでまあこれもうホームページ載ってますんで、はい、気になる人は見てもらえればと思います。 OK ですか。はい、はい、じゃあ1台目はこんなところで終わりと。はい、では、2台目いきましょう。はい、こちらですね、シルビアのスペック R になりますね。はい、はい、年式が、2001年式5月登録の車、平成でいうと13年式になりますけれども、はい、つうことは、今23年落ちとちょっと経ってるのかな。はい、まだあと1年半ぐらい猶予がある。25年まで。まだなんですが、はい、いつも言うようにその25年経ってから海外に持っていく方とか25年経ってから値段が上がるわけじゃなく、はい、やっぱり半年1年前ぐらいから皆さん仕込みを開始いたしますので、まあ結構もうじきっていうところの車ではあるんじゃないかなと思います。 OK ですか。はい、はい、で、グレードは、スペック R ですね。走行距離が163,000キロで、車検はほぼ丸2年残ってて6速マニュアルと。でこっちはね修復歴はなしという感じでございます。はい、まあ、修復なしなんだけれども、後ろにね、さっきのさ、こっちは OK でこっちはダメって言ってたのがあったでしょ。はい、バックパネルは OK でトランクフロアはダメと、
でこれに関してはバックパネルだけ、軽く押されているのか、はい、なんだけどトランクフロアまでは全然行ってないので、修復液なしという感じです、はい、あと10センチ入ってたら修復液ありみたいな、あ、そんな感じじゃないかな、はい、でじゃあですね、こっちもちょっと外装見るんだけど、はい、まずね色に関しては、はい、シルバーじゃなくてグレーなんですよ。グレーです、ね、そうでね、カラーコードがね、これはね KAD そう、日産のカラーコード KAD ダークメタルグレーっていう色になって、はい、3号 GTR とかで使っている色ですね。あ、そう、はい、で先にねちょっとボンネットを開けちゃうけれども、はい、オールペン車の懸念点っていうか、はい、ちょっとやっぱり嫌なところって、はい、例えばエンジンルームの色と外装の色が違うとか、はい、ドア開けた時の色が違うとか、はい、っていうところになるんですけど、この車はあの元々の色がシルバーなので、はい、そんなにこう差がないんですよ。あ、そうですね、そう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 、はい、だそれはねとてもいい、すごくナチュラルでしょ、似てる色で、そうそうそう、同系色だから、はい、いいでしょ、なんかごく自然に、でもちょっと色味が違うと、はい、見る人が見れば分かるとっていう感じになっております。で、エアロに関しては、これね、ごめん、俺メーカー分かんなかったんだよね。結構調べたんだけどさ、もし分かる人いたらこれちょっと教えてほしいです、はい、このエアロメーカー。ちなみにフォグランプはこれ日産の純正のフォグランプ、はい、プレサージュとかだったかな、のフォグなのよ。それを使える、そう、あの結構社外のエアロメーカーって、はい、そういう純正品のフォグランプとかを使ったりとかするので、はい、だから多分日本のメーカーで、まあ、それなりに流通してたエアロだとは思うんですけど、はい、最近のネットでバーって叩いてエアロとかいろんな検索ワードで引っ掛けて見てたんだけど、はい、ちょっと残念ながら、ね、このエアロがヒットしなかったです。なんでちょっと何のエアロか分かんないけども、まあ、フロントとリアはバンパータイプかな、はい、でサイドステップがついているという感じになってます。で、ホイールはですね、T37 ボルクレーシングレイズですねの、2018年から19年ぐらいにかけて、はい、限定期間限定で発売されてたですね、タイムアタックエディションっていうホイールになりますね、はい、今もタイムアタックエディションってあるんだけど、このラインがちょっと違うんだよね、確かに。これちゃんと、これあれだからね、オリジナルだからね。でちょっとこうへこんでるんですよね、っていう感じになっていて、はい、であとはローターがスリットローター、キャリパーは赤く塗ってあるっていうところで、はい、まあ、この赤と赤がかっこいいよね、かっこいいですね、うん、っていう感じになってます、はい、OK ですか、はい、で、車庫調に関しては、はい、クスコの車庫調でローダウンされてるという感じですね、はい、で外装の傷でね、一番目立つのはどこだったっけな、そんなにこれも、ね、傷ないんだよ、まあ、ここら辺ちょっと薄らへこみがポンポンってあるぐらいだったかな。ちょっとここを透かすとさ、へこんでるのが分かる、ちょっと分かるでしょ、ーー、そうですね、そうそうそう、はい、とか、まあ、あとここら辺がちょっと塗装が荒い部分があったりとか、ここら辺とかですね、はい、ここら辺とかですね、でこういうのがあったりとかしますけれども、まああんまり距離を感じさせないような綺麗な感じじゃないでしょうかね、はい、でボディのグレーに合わせてここも塗ってて、ちょっとスモークかかった LED テールなんかがかっこいいんじゃないでしょうかっていう感じですね。であとはウィングもついてるという感じですね。個人的にね、このウィングもうちょっと後ろで良かったんじゃないかなと思うんだけどね。この位置が、違うかな、なんかもうちょっと後ろでも良さそうな気がするんだけどなって思いながら、はい、じゃあ次は内装を見てみましょう。まあ、この車の一番はやっぱり内装だと思っていて、はい、エンジンかけちゃうね。これがね、アルカンターラなのかスウェード、はい、なのかアルカンターラかな。アルカンターラとスウェードってちょっと似ているようで材質が違うんだって、はい、正確に言うと、はい、だからこういう全部がアルカンターラじゃなくスウェードでもなくっていう感じで、ちょっとねそこはね僕も材質だけ見て判断できるほど知識はないので、はい、あれなんですけれども、総張り替えって言っちゃっていいんじゃないかね。このダッシュボードとかもそうですし、はい、まあ、コンソールとかもそうだし、ハンドルもそうだし、はい、すごいでしょ。サイドブレーキのここまでそうなの、ね、いやこれはすごいですね。そうなんですよ。でこれだけじゃなくルーフ、あ、ルーフまで、ルーフも全部そうだし、このバイザー、サンバイザーとか全部やってあるんで、まあ、これ間違いなく、ね、一箇所で全部フルオーダーでやったんだと思うんですよ、はい、っていう感じなのと、でさらにシートに関しても、シートに関してはコンビにしてあるね、まあ、これ多分材質的に結構滑るから、はい、滑るというかその擦れるっていう表現がいいかな、
だから多分こっちは普通の生地にしてコンビにしたんだろうね、はい、っていう感じなのと、あとはまあここに S15 日産刺繍が入ってる、はい、これちょっとかっこいいかどうかは人に任せますけれど、海外の人なんかは好きそうな感じですよね。そうです、はい、でさらに言うとそこちょっと引っ張ってもらうとさ、シートベルト、シートベルト、はい、ベルトも赤に変わってるんですね。はい、そうそう、だからこれがこうなると結構ポルシェなんかはさ、新車で買うときにオプションで選べたりとかしたのよ、色とか、はい、まあ、こういうのがやってあるという感じでございまして、まあ本当特別な内装という感じですね。でここにデフィのメーター、追加メーターとタコメーターがついてるという感じですね、はい、ブースト系がついてて、ブースト、水温、油圧、油温ですね、でタコメーターという感じになってます、はい、で今ねエアバックランプが点滅してるから、これ多分純正加工だと思うんだけど、多分それで点滅しちゃってんだろうな、もしかしたら弾抜いちゃった方がいいかもねみたいな、はい、あそんな感じじゃないでしょうかね。まあ内装はそんなにダメージはなく、多分作ったばっかりなのかな、はい、うん、っていう感じじゃないでしょうかね。じゃあそのままボンネットいきますか、はい、エンジンルームに関してはこんな感じです、はい、まあこれもそんなにいじってなくて、エアクリーナー、タワーバー以上終了って感じかな、はい、ラジエーターノーマルだもんね、インタークーラーもついてないもんねっていう感じでした、はい、エアクリーナーがアペックス、タワーバーがブリッツ、まあここら辺はねおまけみたいなものなのと、これ塗ってあるのかな、はい、あとあれか、ここに軽量プリ入ってるんですけど、はい、さっきスズムシがって話しましたけれども、はい、ベルトが泣いてるんでベルトはこれ変えちゃった方がいいね、ちょっと張りすぎなのかな逆に、まあベルトはもう交換しちゃった方がいいんじゃないかなと思います。でこの車に関しても、あの車同様、まああんまりそんなに錆びなく綺麗、まあ、ちょっとうっすら出てるけど、はい、こんぐらいは全然可愛い感じです。で、はい、こっち側も綺麗ですね。そうですね、はい、はい、であとはこっちのこのここね、ここよく出るからね、このつなぎ目のここね、ここ、はい、もまあうっすら出てるけど、まあ全然いいんじゃないかなという感じです。はい、なんでエンジンコンディションというかエンジンルームのコンディションとしてはいいんじゃないかなと思います。でエンジンかけると、ベルトの音はしますキュッキュッキュッって鳴ってますけれども、まあこれはベルト変えてあげればいいんで、はい、こんな感じですかね、はい、はい、ファンベルトを変えてあげましょうという感じです。じゃあそのままマフラーをいっちゃいましょうか、はい、マフラーはこれは触媒、これも確かノーマルだよな、なんかのフロントパイプに純正触媒に、はい、これもねメーカー分かんなかったんだよねマフラーね、はい、ちょっと車汚れそうだから前ずらす、はい、いきますよ、はい、こんな感じですね、はい、やっぱ N8 とは全然回り方が違うよ、違いますね、うん、はい、そうだね、あとトラストのブローオフも入ってたね確か、はい、でトランクはこれ多分社外っていうかオリジナルのマットと木で作ったんだろうね、はい、まあ、こんな感じでこちらは修正してあると、はい、なんだけどこっちまではギリギリ手が入ってないとっていう感じなので、修復歴は一応なしっていう感じですかね、はい、まあこれ錆止めなのかな、まあ、これもそうだ、ね、くっつけて塗ってんだろうねって感じでございました、はい、OK ですか、はい、じゃあ下回りも合わせて見ちゃいましょう。まあ普通だね、ちょっと汚れてるね、そのぐらいですか。まあグズグズになるような致命的な錆はなさそうなんで、まあ全然普通にいいんじゃないかなと思います。はい、OK ですか、はい、はい、
まあこんなところかな、はい、この2台に関して言うと OK ですか。はい、はい、じゃあ吉井君、はい、今日は最近入庫が多い S15 シリーズ、今日は2台新しいのを、紹介させてもらいました。まず1台目はこちら、2002年式の、シルビアオーテックバージョン、走行距離227,200km、修復力はリアに軽くあり、シフトはオーテックバージョンなんで N エンジンなんだけれども6速マニュアルという形でございます。馬力もカタログ値ですけれども NA スペック S の標準が165かが 200PS までアップしているという形の特別な車でございました。で、2台目がこっちですね、2001年式5月登録のシルビアスペック R ですね。23年落ちと数ヶ月も経ってますので、はい、お探しの方は早めがいいんじゃないでしょうかという感じですね、はい、走行距離が163,200km、車検はほぼ2年近く残ってて、6速マニュアル、修復歴はなしですけれども、後ろ軽くぶつかっている跡がありましたという感じでございます。でこっちに関しては外装はオールペイント、日産純正のダークメタルグレーかにオールペイントされて、内装に関しては、まあ、アルカンターラだかスウェードだか分かりませんけれども、かなりお金をかけてそう張り替えしてあるっていう感じで、すごく特別な1台、これ多分自分でやったらえれいお金かかるからね、相当かかったですね、うん、っていうので、まあ、そういった意味ではお買い得なんじゃないかなと思います。 OK ですか。はい、はい、で、まあ、この2台もすでにホームページに載ってますので、はい、まあ、もし欲しい人がいたら行ってもらえればと思います、はい、であとは S15 シルビア売りたいっていう人がいたら行ってもらえればと思います。はい、お願いします。はい、ヨシ君の質問はちょっと答えてる時間がなさそうだし、はい、今日これから買い取りでだから神奈川行くでしょ。そうです。でそれ戻ってきたら今度はオークション US 東京行くから千葉野田まで行くでしょ、はい、忙しいからね、頑張っていきましょう。はい、はい、じゃあ本日ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。